今回は、早々のフリーレン第19話に対する、リアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。始まった。ハリポタ見た後にフリーレン見れる金曜日幸せすぎるな。世界で一番有名な魔法使いの作品の次か。23時半なのでフリーレン見るもう定時開始のが珍しい。ぼっちを殺すグループ分けやめろ。しかし波数が出ないとは都合のいい参加人数。一級魔法使い試験どうなることやら。鳥さん提供。先週のやべえ子鳥さんまた提供画面ピックされてる。シケレちゃん先週のエンドクレジットからの今回のファーストクレジット再登場。確かにかわよ。入念な計画。オットボタンでもう今日登場する魔法の名前がわかるぞ。フリーレン様が燃えてるかと思った。あらあ。やっぱり来てるじゃない。なんだその尊い寝言は。夢の中でも一緒。幼馴染ちゃんたちいいわよね。おやすみなさい二人とも。え？怖いの？わくさ。今日も震えてるアイゼン。そりゃ言うだぞ言う。そりゃ怖い。何この会話。ヒンメル好きやわ。しゃがみ方までイケメン。ヒンメルの声は最高だね。ヒンメルはいい仲間に恵まれたよな。まだ序盤ヒンメルかな？ハイターが飲んでない。常にヒンメルがお手本。フリーレンとしてはまだ三組目のパーティ経験なのか。なんかほっこり。カンネとラビーネは寝てる時が一番仲良し。もう20数分この映像だけでいいよ。ピーちゃんゲット。はえぞフェルン。師匠より先にやるやんフェルンたち。パーティーから略奪ありなんか。最後に持っているのが条件だからね。奪おうとする人もいるだろう。試験の趣旨が変わってきたな。楽しそうだねユーベル。人が枯れるぞ。早すぎて草。ゴー。爆速。本当に鳥？逃げっぷりすげー。ジェット機かな？やばすぎ。なんじゃこの鳥は。魔力ないのに音速出すんかい。この生態系どうなっているんだ。フェルンたちはどうやって捕まえたんだろう。足プラプラ。健康的な足でよろしい。まんまな魔法。直球。そんな直球な魔法あるの、あるかこの世界なら。この世界では民間魔法が地味に強力。さすが魔法オタクのフリーレン様。雑。鳥みたいなら何でも OK で草。鳥みたいならよし。射程距離の問題だった。50センチ射程短。つうかこれが限界。狩猟に使えねえ。ひそひそ。寄ってこない逆利用。逆転の発想かな、これは。喧嘩売るとは？そうなるんだよな。余計なこと言うから。今週の喧嘩。また顔文字みたいな顔してて草。もう、喧嘩に動じなくなったな。おばあちゃんにお友達が二人もできて嬉しいよ。アナグマ戦法。メガネくんサイコパス天才少女。飲み水が切れた。水の補充だ。こいつらどうやってゲットしたんだ？枯れた川？枯れた川があるということは。池の水全部抜くまとな。チリすら通さない、そんな強いのか。決壊の影響で水は湖にだけしかない状況になってるのか。環境を破壊してそうな結界が、生態系に迷惑すぎるだろ。もう水は諦めなさい、すっぱり。思ったよりラントくん来やすいな。それでも飲みたくないが、誰かいたぞ。急に来た。対人戦だ。さすがの反応。フェルンの防御硬い。フェルン、はえー。見るからに悪そうな人。刃物ついてない？凶悪な杖だな。犬蹴ってそう。本格的にバトルが始まったか。二級魔法使いいるやんけ。うおついに魔法での対人戦だ。戦闘強部エース戦闘強か？鳥をよこせー。何の光？すげー衝撃。池の水全部凍らせる。カッチカチやで。溶接系最強か？シャレにならんぞちゃんかわいいな。どのパーティにもかわいい子がいる。あ、喧嘩売るってそういうこと。みんな水飲めなくて大迷惑。えげつない作戦だのー。スケートしたい。姫プシトル。ゴビかわいい。のじゃろり。そんな火力で足りるかな。電剣おじ。師匠っぽい。さすがの読み。ちゃんと読んでるなぁ。各班を乱すいって。激戦になってきた。フリーレンの仕業ってわかるのね。フリーレンの狙いはなんだ？一級の試験に出てるだけあってみんな強そうだな。この同時進行感いいな。やっぱバトルは燃えるねー。一時解散。ばらけたらカッコ撃破されんか？圧倒的余裕かを。面白くなってきたー。試験らしくなってきた。新キャラ多すぎて覚えられない。
とりあえず可愛い子多いな。湖を凍らせてどう捕まえるんだろ。他の池で捕獲するのか。対人戦と言いつつ頭脳戦なのはいいな。フェルンの勇姿見れるかな。焦ってる。溶かすことに必死。この辺のエーデルかなりポンコツ感ある。愚か愚か。大事なことなので二度言いました。そういえば魔物いるんだな空に。試験壊れる。解説の方ですか。ここで入念な計画が来るのね。第13パーティーの強者感やば。このじいさんはやり手間違いなし。渋いおじさんは基本強キャラ。3キル。さっき空飛んでた子たちやられてるかわいそうに。死者出ちゃってるよ。プレデターにやられた。あのでかい鳥か。普通に死人出る試験やべえ。シビアー。死ぬやつはそれまでよ。だからって死人案件はまずいですよ。一級試験怖すぎでは。ジジイに時代遅れと言われる。80年前の頃を理想化するってまあ確かに時代遅れよね。魔族がまた襲ってきたらどうすんねん。優れた魔法使いさん。権力の側で成功してきた重みがある。年々剛毛になってく天元。お前も年取って知人だけ遺断しか。魔力隠蔽してるのか。伝権ええな。おじさん何もんなんだ。お、水だ。なんだこの水たまり。罠かな。作戦行動中。先回り済み。残った水場巡回中。水場多いな。仕掛けてあるのか。無声パート。フリーレンの出番少ないな。他の水場にも魔力を込めてるのか。点検は感づいるな。すく水かと思った。アングルによってはすく水に見えるなこれ。そんな微量の魔力を感知できるんか。実質水場に毒撒いてるようなもんかよ。点検優秀。点検って何者すか。水場を狭めてるのか。追い込み用作戦。チャイナっ子かわいいな。ラオフェンのお団子かわいいねー。ラオフェン見た目だけなら今までで一番好きかもしれん。これは経験値が物を言うな。みんな待ちモードに。絶。フリーレンさんの魔力消し。凄すぎてわからない。魔力を隠せる奴がここでも生きるのか。千年培ってきた賜物だな。無知。ここからはフリーレンの実力が試される。さながら釣りだな。自然と一体になってやがる。寝てるようにしか見えない。なんか来た。不思議生物。なんかのっそりした可愛い生き物が来た。水、馬。魔物可愛い。お前じゃない。あの襲ってくる鳥やんけ。お前も飲みに来るんかい。いろいろ来る。例の水場配信みたいだ。少しも動いてない、すご。耐久戦だな。100年くらい経ってそう。起きてる？来たか？来た。肩にいい。しけれ、ゲットだぜ。優しい捕まえ方。まさかの方。電剣さんが気づいた。さて、動き出したぞ。喧嘩を売ったんだから勝った連中が来るわな。早い。なんてスピード。かっこいい着地。ここでじいさんたちのパーティーとぶつかるのね。電剣チーム強者感出しすぎやろ。メガネ食い。イケメンくんの顔に傷が。うわぁ戦闘シーン鳥肌立つ。僕のデータにないぞ。って言いそう。めっちゃ戦ってる。あっちこっちで戦闘じゃ。魔法戦争が始まっちゃったよこれ。フェルンさん、それ人間に使っても大丈夫なんすか。フェルンの攻撃が殺意高い。フェルンおじいちゃん。古い戦い方、おじいちゃんか。おばあちゃんから教わった魔法だからな。間接的にババア扱いされてるフリーレン様。どのフリーレン様がおじいちゃんだって。かっこいい。てかフェルン煽り強。盛り上がってまいりました。みんなに言われる。熟練の魔法使い直伝。基本を収めるのが一番強い。一番強いのお前なの。そうなんだ。魔王軍兵。あっちも卑怯そうだからな。あのメスガキ殺されるの。お互い同じような戦い方しとるやん。そうですか。次回ここで終わるんかい。はえよホセ。勝手に終わるな。死ぬほど無関心そうで笑う。フェルンが本当にそうですかって思ってるのかわからなくて意味深。フェルン、魔法使ってる時って一貫して無表情だよね。なんか終わるのはええな今日。ビアベルの戦闘シーン来週にお預けだー。待てない。次回はより本格的な魔法バトルになりそうだ。戦闘シーンは目が離せないな。ラオフェンちゃんかっこええ。もっとラオフェンを見せろー。今週のフリーレンめちゃくちゃ面白かったー。やっぱり知略を巡らせてのバトルロイヤル？楽しいね。しかしフリーレンの作戦があんなに綺麗にはまるとは。フリーレン何時間くらいじっとしてたんだろう。
肩乗りしてれめっちゃ可愛い。あの犬みたいな鹿みたいな生き物なん。シタルク成分が足りない。シタルクって今何してるんやっけ？シタルク元気にしてるかな？殺伐としてんな。次回予告のセリフ群、全体的に物騒。フェルンのかなり若いのに熟練魔法使いのような風格と戦術がとてもいいと思う。おっさんやじいさんが強者感を出してる作品が好きなので、伝剣が強くてほっとしたフリーレンと勝負する時もぜひ渡り合ってほしい。面白くなってきた。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。